ドルニエ・ドゥ27ドルニエ・ドゥ27ドルニエ・ドゥ27は、西ドイツの航空機メーカーのドルニエ後のダサ、ドルニエ、フェアチャイルドドルニエで製造された古典的な、高翼配置、オリン式固定客のエストール単発多用機である。ドゥ27の開発は、もともと、スペイン軍の軽多用機の要求から設計された、ドゥ25から始まった。ドゥ27は4座から6座で、 元々の試作機は1955年6月27日にスペインで初飛行した。最も多数生産された機体は西ドイツで製造され、1956年10月17日に初飛行した。残りの50機はスペインのカーサでカーサ -127 として製造された。西ドイツ空軍と西ドイツ陸軍は、 合計428機の D27A と d 2 7トを注文した。D27Q-5 として知られる後のモデルは、基本的な要目は同じであるが、より広いトレッドの主車輪を持っていた。他にも、ソーフロート付けの D27S-1 や強力なエンジンと3枚ブレードのプロペラを付けた D27H-2 があった。西ドイツとスペインでの軍事運用に加えて、 他国での軍事や民間での使用のために数機が製造された。d o 2 7は第二次世界大戦後に西ドイツで初めて量産された航空機として知られる。この機体は比較的広く快適なキャビンと狭い敷地での良好な性能が評価されている。ありがとうございます。